クの雰囲気違うかしらって、多分メイクが薄いんだと思います。レッスンメイクしていってなくて、さっきババってババって15分10分5分ババってしました。トレ太郎さん、かわいいギフト、 TM マンさん、ギフトありがとうございます。本日もお疲れ様です。皆さん23時2月8日23時4分今日が終わろうとしております。ひでのひでさん、かわいいギフトありがとうございます。ねえ、今日寒かった。昨日は暖かかったからもう春が来るんですかねとか言ってたら、今日寒かった。なんか雨が降ったり止んだりしてました。広島は皆さんの地域ではどうだったかしら。なんか今日目が光ってる気がするなんでだろう、さっき目薬入れたからかな。フィルマさん、ポーションありがとうございます。あ、そう、ツイッターはレッスン終わった後サーヤンと更新しましたさあ明日ボブさん発売日ですので、ぜひチェックしてくださると嬉しいですドキドキだ、ドキドキです。イクゴピョンさん、かわいいギフトありがとうございます。ヨモシさんも、タントンタヌキさんもありがとうございます。うん、岡本さんもありがとうございます。今日また若返ってるって、いや多分ね、あれだと思う、メイクが濃いか薄いかの違いだと思います。名古屋のひーくん、ギフトありがとうございます。バン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 マンさん、カズさんもありがとうございます。あ、今日ツインテールにしてるのはあれです、ちょっと髪の毛がもうボサボサだったからボサボサだったけど、もう今更アイロンするのもなーって、このあとお風呂入るしなーって思って、なので結びましたそれだけです。ミヤヒーさんもありがとうございます。バイリンガルさん、山笠さんありがとうございます。でも髪の毛は切ろうってずっと思ってる、2週間ぐらい美容院行きたいなって思ってるから、そろそろ行くかもしれない。ヒデキンガーさんもギフトありがとうございます。6時間のレッスンどうだったってあ、でもなんか6時間レッスンするの久しぶりで、久しぶりだったからなんかね、足が今じわじわきてます、じわじわしてる。なんか思い出しました、いっぱい踊った後のこの感じなので今日はね、お風呂に湯船、湯船にいっぱい浸かろうと思います。あ、そう、今日ブログも多分今日だっけ昨日だっけ更新されまして、お風呂についても書いてるのでぜひご覧ください。今日なんかね、目のなんか目が光ってる気がするのは気のせいですか。ナーミントさん、ギフトありがとうございます。普通に化粧するとどれくらいかかるのって、どれくらいかな、でも30分とか。でもなんかダラダラするの、ダラダラまったり時間かけて途中休憩したりしながらなんか動画とか見たりしながらしたい派、ゆっくりしたい派だから、1時間とか欲しいですね、余裕を持って。でも朝とかは普通に、なんだろう、短くしようと思ったら短くできますけど、なんかやろうと思ったら永遠にできるメイクはなので15分から1時間
1時間15分から1時間ということで、大輔くんさん、アッキーさん、ギフトありがとうございます。マイリンガルさんもありがとうございます。そうですね、ボムさんの撮影では川に行ったりもしたので、そう、例の川が映ってる。布の面積ってリップしてすぐ消しましたって。え、でもねちょっとね、布の面積がかつてなくなかったです。うん。まあ、また明日いろいろお話しします。まだ発売日じゃないので、前日なので、明日いろいろ撮影の裏話とかお話ししたいと思います。シンプルに佐々木さん、ギフトありがとうございます。シンプルに佐々木ね、前髪伸びたかな。え、でもちょっと今なんかボサボサだからちょっとわかんないけど、伸びた気がする。一時期ちょっと短すぎるかなみたいな感じだったんですけど、そう、触覚なんか今日は見つけれたんですよ。触覚が今日はいるの。拍手よかったよかった。エイジさんもギフトありがとうございます。今日はガサツな人格ですねって、なんかガサツなことやったっけ。ガサツなこと言ったかな。あ、今日すこぶる時差があるの。そうなの。あ、ブログ読んだよってありがとうございます。ブログはチェキ会とお風呂について書いてる。なんか最近本当になんかお風呂に入ってる時間に幸せを感じるんですよ。え、皆さん感じませんか。りょうくん、ギフトありがとうございます。かわいいギフト。なんかお風呂に入ったらなんかいろいろその日いろいろ悩んだりしててもなんかリセットされる気がする。それで気づいたら普通に1時間半とか経ってるお風呂。今日は目が死んでないぞってなんかね、昨日ショールーム配信終わった後にあの動画撮らなきゃいけない動画があったから動画撮ったんですよ。で、なんか何回撮っても目がなんか死んでてなんかなんでだろうって思ってたんですけど、今日撮ったらじゃあいい感じに撮れたかもしれない。昨日はなんかね本当に何十回撮り直したんですけど、全部なんかなんていうのかな、目に輝きがなくてなんか笑ったりしてもすごいなんか取ってつけたような笑いになっちゃって焦りました昨日は。で一番時間かかる部分、どこだろう。あ、待って、コメントが消えてくコメントが消えてってる、ごめんなさい。プルマさん、タコありがとうございます。メイクで一番時間かかるとこ、私本当にクマがひどくて、クマがコンシーラーしてなかったら本当に寝不足って絶対聞かれる感じなので、熊
コンシーラーかな。かなかな。ハーツさん、いつもギフトの名前忘れちゃうな。いちごの、いちごのバスケット、いちごのバスケットありがとうございます。かわいいギフトもありがとうございます。ヤビちゃんもありがとうございます。ちょっと時差が、今日時差がある。入浴剤はね、なんか前いつぞやの、いつぞやにいただいたものの入浴剤を最近入れてる、使ってる。なんだったかな、ゆず、ゆずだったっけ、シトラスどっちか忘れちゃったけど、なんか柑橘系の匂いで、香りで、なんかお肌にいいみたいなのだった。そう、冬はお風呂が幸せ。ホットアイマスクの桜買ったって、お、一緒だ。お、どうですかすごいなんか甘い桜餅みたいな匂いがして、幸せな気持ちで眠れます。でもお腹空いてる時だったら、あ、お腹空いたってなるカズサさん、ギフトありがとうございます。え、でもそう、瞳孔が閉じてたのかな。クマったって、クマかりんそうだ、そっちの、あの、このクマじゃない方のクマかりん。そう、クマはね、ひどいの。なんか今も多分割なんかあると思うんですけど、クマ、クマったな。だから学校とかメイクとかしちゃいけないじゃないですか。だから絶対寝不足、寝てないでしょうって言われてたけど、寝てもね、あるんですよ。今日目が輝いてるけど、なんかいいことあったって特に特に、え、ずっとレッスンで、あ、ダンス、ダンス頑張らなきゃダメだなって思って帰ってきて今配信してるてるんですけど、なんでだろう。ラーミントさん、クマありがとうございます。今クマがいっぱいいっぱい壇上にいらっしゃった。クマがミラーボールもありがとうございます。どなただろう、ちょっと追いつく、追いつきますねサーヤンとサヤカリンが鼻をツンツンしてるの可愛すぎんかってあれちょっと恥ずかしかった。お互いの鼻ねツンツンしてって言われてあ、でも楽しかったです、いろいろまたお話しします。ハッシーさん、いちごのバスケットありがとうございます。かわいいギフトもありがとうございます。そう、でもホットアイマスクしてたらもう気づいたら、ね、寝ちゃってませんか。ホットアイマスクだいたい眠る前にするんですけど、ベッドの中でもう5秒後ぐらいに寝て5秒後は言い過ぎだね、でも1、2分で寝ちゃう。もう記憶がない、つけた後の2日連続配信おめでたってあら、2日か、ありがとうございます
気ですねはちょっとバカにしてます。バカにしてますか？バカにしてますか？楓のはじめ総務課長さん、熊5個ありがとうございます。え、なんか私これ変えるって言ってるから熊の時はだいたいこうしてます。熊、じゃあ今日は君だ。熊ありがとうございます。どっちでしょう？どっちの子でしょう？熊。そう、今日も安定の緑茶です。緑茶なんかプレミアムなんですけど、あんま違いが分かんないけど。よしひこさん、ミラーボールありがとうございます。そう、3月の公演発表されてましたね。いっぱいあった。噂によると僕隊が1日に2回あるってちらっと聞きました。そうなのか、昼と夜かな。本当にホットアイマスク皆さんぜひつけて寝てみてください。本当にもう 1,2 分で記憶がなくなってる。バッキーさん、いちごありがとうございます。え、言い過ぎ、全然持ってない。あ、5秒は盛りました。え、圧倒的時差、そんなに時差あるの？ちょっと待って、追いつくね。あ、え、皆さん、そう、身代わりくんでした。今日は初心に戻って身代わりくん。え、皆さんもうあれですね、見極めのプロですね。クマプロですね。まずクマの名前が病んでるって、病んでないよ。身代わりくんと生贄くんです。身代わりさんと生贄くんか。全身麻酔並みやんって。あ、でも麻酔ってさ、皆さんしたことありますか？私盲腸の手術の時に1回しただけなんですけど、全身麻酔ってすごいですね。びっくりした。なんか、じゃあ麻酔入れますねって言われて、じゃあ目を閉じて3秒3 1 2 3って数えてくださいって言われて、目閉じて1 2 3って数えて目開けたんですよ。そして、あ、これから手術か、緊張するなとか思ってたら、もう次開けた時はもう手術がもう終わった後だった。からもう普通に1回目閉じて目開けたつもりだったんですけど、もう終わってたから、いやーすごいなって思いました。福岡の子やったと今日から押すけんねって。ありがとうございます。福岡です。福岡県出身ですけど、そんな博多弁ではないかもしれないですけど、大丈夫ですか？心配。さやかにも体力が持つかって。でも最近体力落ちてるかな。落ちてるかもしれない。筋トレをしないと。さやかりの声の癒しで眠たくなってきたって。あ、でももう今何時だ。23時23分。あ、なんか語呂がいい。2323だから、もう寝る方は寝る時間かな。皆さん今日も一日お疲れ様です。まだこれから頑張る方もいらっしゃるかな。
頑張る方は応援しております。頑張りましょう。私逆に歯の麻酔したことないです。歯に注射したことないから。でも多分人生で1回ぐらい歯に注射されることあるじゃないですか。だから怖いなって思ってる。私あの腕とかの注射は痛くない人なんですけど、1回耳たぶに注射されたことがあって、ちっちゃい頃に。その注射はすごい痛かった記憶があるあります。だからなんだろう、歯も痛そう歯も痛そう。盲腸の話をお話し会でするの忘れてたってじゃあ今度しましょう、お話し会でお話し会での盲腸の話ってちょっとなんか面白い。しましょうしましょう。爆発したと噂の盲腸って、そう、盲腸がなんかちょっとお腹痛いなって思ってたんですけど、そんな我慢できない痛みじゃないからずっと無視してたら盲腸がそう爆発したんです。ちょいちょい水筒と入れてくださいってじゃあなんか好きっていう時があったら次からちょいちょい入れていこう。髪今日結んでるけどボサボサだ。どれぐらいの髪の長さがいいんだろう。待って待って待って、こんなことしてたらコメントが消えていった。いっこうさんめちゃ可愛いギフトありがとうございます。最近ウインクが下手くそなんですけどごめんなさい。これはいいです。めっちゃ可愛いのいいです。ゆうきさん可愛いギフトありがとうございますさやかりんがひたすらプランクする配信が見たいですって。でもプランクキープですよね。え、キープのことだよね。キープは結構きつい。でも初めの頃、STU に入った初めの頃は本当になんか10秒とかもきつかったんですけど、今普通に1分できるから、じゃあ体力初めの頃よりはついたと思いますキープきついきついです。親知らず抜いてない、まだあると思う。生えてきてないから、でも生えてきたら抜かないといけないですよね。そろそろ生えてくるのかな。あ、すごい多分時差がある気がする。全然痛くないよって今歯の注射のとこの話。皆さん耳たぶに注射されたことないですか？
私あります。え、なんでなんで、なんかみんなされる注射じゃないの？ちっちゃい頃、ちっちゃい頃、いつだろう、いつぐらいなんだろう。あの時は小学校低学年か幼稚園とかの時に耳に注射、耳たぶに注射されて、それがすごい痛かった。初めて注射で痛いと思った記憶がある。盲腸の話もうちょい聞きたい。もうちょっと盲腸の話はって。ああなるほどなるほどなるほど。よしひこさん、いちごのバスケットありがとうございます。福岡で見てたローカル番組、え、明太ワイド、共感テレビかな。あ、足がしびれてきた。わわわ、追いつきたい、追いつきたい。ブルマさん、似合うギフトありがとうございます。待って、テロップ書いてない。テロップどうしよう。初見さんありがとうございます。スッチーさん、 STU48 2期研究生の原田さやかです。よろしければぜひぜひこれからも見ててくださると嬉しいです。あ、ゆうさんも初見ですって。あ、初めて来ましたって。あ、初見さんがたくさんありがとうございます。自己紹介。163センチ。双子座。大型。好きな食べ物はリンゴとトマトと。八朔が、この前八朔買ったんですよ、スーパーで。八朔がすごい美味しかったから八朔が好きですなんかね、なんかいっぱい入ってるの買ったんですよ、4個入りみたいな、結構大きめの八朔が4個入り買ったんですけど、もう2日で食べきっちゃったお母さん、ギフトありがとうございます。え、血液型調べる時に耳から注射するの？じゃあそうだったのかな。そうなのかな。ビルマさん、タコありがとうございます。朝香さん、可愛いギフトありがとうございます。私初詣に行ってないんですよ、今年まだ。だからそろそろ行きたいなってそろそろ行きたいなって思ってる、今日思いました。行こっかな、明日レッスンの前に行こうかな。テロップ書こう。じゃあ何書こう好きな食べ物が毎回変わる説ってでも好きな食べ物ってなんかブームがありますよね。あ、でもリンゴはちゃんとずっと好き。でも、ここ数日八朔食べてたからリンゴ食べてないや八朔どうしよう。さやかりんのリンはリンゴのリンから来てるので、さや発作になるかもしれない
髪型かわいいって初見さんありがとうございます。これはボサ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 だったから結んだだけなんですけど、ありがとう。一個のもの集中して食べ過ぎじゃないって、そうかもしれない、そうかも。そら豆とかも好き。なんかいつかそら豆を茹でて食べますって配信しましたよね謎な配信したの、なんか今思い出した。あ、またしようかななんかよくわけのわかんない、何のためにするかわかんない配信あ、まだ1月39日だから大丈夫あ、じゃあ間に合うか、初詣行かなきゃ。でも今年なんかみんな大吉引いたって聞いた気がする。大吉が多いのかな、どうしよう。それでさ大吉かなって思って引いてみたら今日とかだったら悲しい。あ、さや咲くだったらちょっと可愛いかも。さや八咲ってちょっと長いですよねコールとかで皆さん言ってくださる時をさや八咲はちょっと長すぎて言えないかな。さや咲く、さや葉、さや葉、さや、さやっくさやっくさっさくあ、いろいろありますね。どうしよう、何にする。さっさくか、さやっくか、さやさく1発作、2発作、さや発作カムカムさん、いちごありがとうございます。ねえ、懐かしい謎配信だった。そろそろしなきゃいけないかも。そら豆って季節いつかな、あの配信いつ頃したっけ、春、夏、秋、いつだったかな、覚えてないや、覚えてない。サヤックってなんかマリオのキャラクターでなんかサヤックっぽいのなんかなかったっけなんかいなかったキャラクターなんかマリオのゲームは私下手くそでした割とあ、でもマリオカートはなんか好きだった、してたけど、なんかのぴょんぴょんする、なんだったっけ、名前忘れちゃったぴょんぴょんする系の方のマリオはなんか下手くそだった、すぐ死んじゃってたさや咲くに一票、あ、でもさや咲くが一番なんか可愛いよね。さやっく、さや咲く、さや咲くとさやっくと何だったっけさや咲く。ゆうきさん、花束ありがとうございます。あ、そろそろ本日のテロップ出さなきゃ、そ
そろそろ、あ、もうこんな時間、こんな時間なのですね。あ、カメックだっけ、カヤックはスポーツ。ちょっとテロップ出そう。そのまま。お、ちょうど今マリオカートしてますって。あら、それは運命かしら。あ、スーパーマリオ。そう、ぴょんぴょんする系、ぴょんってやってる、ぴょんってやつは苦手だった。っていたっけ、あのなんかあれ、ブーメラン投げてる人かな。皆さんなんかいろいろ、モルック、ナメック。あれ、どれが正解だ。え、すごいひらがなって言われたら、明日は漢字にすべきでしたか。あ、そっか、確かに読みづらいね、全部ひらがな。全部ひらがな。もうすぐ明日ケロ、明日ケロ。中新さん、かわいいギフト、あ、ありがとうございます。追いついた、追いついたから、じゃあ追いつきました。ついたので、確かにエンジンに優しいテロップ。あ、そう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 、私ちょっと言いたいことがあったんですよ。あの私なんかお話し会で、6枚目のお話し会、全然あの衣装じゃないや、衣装じゃなくて何着ますとか言ってなかった、考えてなかったなっていうことを今日の朝気づいて。だからちょっと考えようって思って、今日の朝考えたんですよ。それでメールで送ったんですけど、おはようメールはどれだ、送ったんですけど、あ、違うんですよ。だから5月5日全然私演じ風とかまだ、え、なんか演じ風とは言ってないじゃないですか。皆さんよく読みましたか。え、だから演じじゃないの。じゃあちょっともうメールの文章をそのまま読みますね。現在のおすすめの日は5月5日と6月27日です。子供の日は何かしたいな、子供になるか保育士さんになるか審議中って書いてるのに、って書いたのに、なんかもう勝手に演じみたいになっちゃって。いや違う、審議中なんです。まだ子供路線で行くか、子供っぽい感じで行くか保育士さんか審議中だから、まだそんな誰も園児とか一言も言ってないのに、なんかもう園児みたいになっちゃってて、ちょっとえーってなんでちょっとまだわかんないですね。でもちょっと子供の日にちなんだ何か感じにしたいなと思っておりますので思っておりますので、ぜひおすすめであります。あと6月27日は、そう、20歳になって初めてのお話し会だから、初めてのお話し会だから、ぜひ20歳かりんとお話ししてください。でも20歳か、もうちゃんとしなきゃ、ちゃんとしなきゃ、うん。ちゃんとしなきゃって思います。よしひこさん、チョコありがとうございます。おめでとうございますって、まだちょっとあの早いですけど。そうだね。なので現在のおすすめは5月5日と6月27日と、
なっております。5月5日は、まあ、まだ審議中です。審議中です。そうだね、お酒飲めるようになるね、二十歳。ゆうきさん、いいねギフトありがとうございます。いや、保育士さんにしよっかな。保育士さん風の方がね。いやほら、でも園児はできないからコスプレになっちゃうから。コスプレになっちゃうからね、ちょっと厳しいかなって思うんですよ。演じ風。そう、でも11日が原の宮さんで、13日がチョコレート。13日のお話し会何でしたっけ。チョコレート私会とか書いてた気がする。何してたかな。2月はお話し会が5回かなあるので楽しみです。10代のうちにやっておこうって。いやバレンタインね、もうすぐですね。バレンタインか、日曜日。どうしよう、バレンタイン。チョコレートになるってどういうこと。園児はショールーム限定かなって。なんですることになってるの。なんですることになってるの。私返事とか一言も言ってない。チョコ作り配信する。チョコフォンデュって機械が売ってるのかな。チョコフォンデュってどうするの。百貨店に美味しいチョコ売ってますねって。ですね、バレンタインの季節はチョコがいっぱい。ということで、ちょっと審議中ということを私は言いたかったんですよ。そう、忘れちゃってた。言うの。47分、もうこんな時間だ。今日が終わってしまう、明日になってしまう。明日は火曜日。そう、今日ヒルナンデスに千穂さんが出てらして、すごい。すごい、もうわーって言いながら見てました。セルフィアリコさん、お疲れギフトありがとうございます。尊かった。って尊かった、もう地上波でも尊かった。ね、見てた。ね、すごいですよね。すごい。さすがであります。明日も配信するけろって。明日か、明日
明日明日できたらできたらします。できたらします。明日は明日の風が吹くって。ボム配信、でもボムさん多分広島で手に入れるのはいつなんだろう。明後日だと思うから多分明日私は見れないんですけど、あ、でもあれか、電子で買ったら見れるか。闇に落ちてなければってでも究極私はそれですよね。闇に落ちてなかったら配信します、明日もう闇に落ちたらちょっと配信止まっちゃうんですけど今日しないのかと思ってた。あ、そっか、明日公演前日か。そっか、明後日は僕の太陽公演です。ちょっと久しぶりな気がしますけど、どうだろう。電子でモムさん買えるか分かんないかな、どうなんだろう。あ、確かにね。なるほど、電子なら0時過ぎには見れる。かっこどうだろうって、どうなんだろうねどうなんだろうね。あ、分かんない、勝手な推測で言っちゃった。分かんないです。どうなのでしょうか。もう僕隊慣れたって。でもどうしよう、今回の明後日のひまわりの後の MC どうしようこの前めっちゃ滑っちゃったからな、怖い、もう恐怖です。何の話したらいいの何の話しようかなちょっと考えておきます期待してますって、期待はちょっとしておかないでくださいあ、滑ってなんぼなのそう、なんか前私スタッフの、お近くのスタッフさんにお尋ねくださいっていうところをスタッフのお近くさんって言ってたんですか言ってたの、なんか後で言われて、えそんなこと言ってましたかってなったんですよ言ってたんだ、全然気づいてなかった。緊張してたのかな私いつもずっとなんか僕の太陽公演もだし、リトちゃんの課外活動公演とかでも結構写真撮りますっていうセリフを言ってるんですよ。だからもう言い慣れてるはずなのに、なんでそんなミスしちゃったんだろう。なんて言ってるかな。早速ですが、公演記念写真撮影をしたいと思います。客席バックとセットバック2種類の写真撮影をするので、写りたくない方は
うちわなどで顔を伏せてください。それではスタッフさんお願いします。でもなんかもうずっと言ってる。え、本当？ちょっとオクターブ上がったって嘘。え、やっぱ怖いんだったら、え、上がるのかな声が。え、でも今普通目で言ったつもりです。多分怖いんだったらもっと上がってる気がする。早速ですが、え、どれぐらいだろう。はい、あなたの心に花を咲かせます。清らかな花が一輪二輪。ありがとうございます。福岡県出身19歳さやかりんこと原田さやかです。お願いします。確かに声上がってるかもしれない。ね、さやかりんありがとうございます。さやかりん。龍平さん、可愛いギフトありがとうございます。業務用って言い方はなんか業務用って言い方はなんかちょっとあれじゃないですか。あ、もう55分なの。光栄よ。いや、わかんない、勝手に上がっちゃう。多分テンションが上がったら上がっちゃうのかな。食品みたいって。確かに業務用。あ、業務用スーパー今日昼なんですで特集されてました。あ、そう、業務用スーパーのあのそら豆が食べたいなって買いたいなって思いました。あ、でじゃあそろそろ誕生を読ませていただこうと思います。もう明日になっちゃう。皆さん、本日も貴重なお時間ありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。誕生を読ませていただきます。はい、13位、アッキーザラ大好きマンさん、ありがとうございます。12位、ゆうきさん、さやかおしさん、ありがとうございます。嬉しい。11位、よしひこさん、ありがとうございます。チパチパチパチ。10位、いっこうさん、ありがとうございます。9位、かずささん、ありがとうございます。8位、かずさん、さやかりん倒し、ありがとうございます。7位、ゆうきさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、ハーツさん、ハラダンス頑張れ、さやかりん大好き、ありがとうございます。頑張るハラダンス、ありがとう。5位、名古屋のひーくん、ありがとうございます。ありがとう。パチパチパチ。で、4位、ハッシーさん、演じ姿も可愛い、さやかりん障害教えて。いや、だから演じするなんて一言も言ってない。一言も言ってないんですけど、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、言ってないんだけどな。そして3位、山正さん、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 。で、2位、ナーミントさん、ありがとうございます。で、1位、楓図のはじめ総務課長さん、明日 PTA 役員選挙、会長は避けたいさん、ありがとうございます。選挙なの、頑張ってください。パチ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 、ありがとうございました。皆様、じゃあ本日も
ありがとうございました。お疲れ様です。月曜日、月曜日だから憂鬱な方も多かったと思うんですけど、一日乗り越えれて褒めましょう自分自身を褒めましょう。ありがとうございます。じゃあ明日も一緒に AAO で頑張りましょうあ、ラッキーフォーティー、ラッキーフォーティー、今日のラッキーさんはイギータさん、ありがとうございますあ、全然定着しない、忘れちゃう忘れちゃうよ、いつもありがとうございますじゃあ明日も AAO です。頑張りましょう。おやすみなさい。今何分なんだろう。59分、もう終わっちゃう。じゃあおやすみなさい。バイバイ。ゆっくり休んでください。おやすみ。